いただきます。いただきます。ついにおかずがなくなって漬物だけになってもうた。白飯だけは絶えずあるんはええけど、ルミの栄養は足りるんかな。それだけが心配や。ごちそうさん。ごちそうさまでした。今日はルミも釣り行くんやったか。うん、しっかり肩入りのお手伝いするぜ。ほな、今日はルミのこと頼むで。ああ、ちゃんと夕飯の魚釣ってきてる。二人分の昼飯。おおきに。片入り、まだ時間早いし、散歩がてらみんなと話していかない？はい、おなじむためにも交流は大事っちゅうことか。それに困ってる人がいるかもしれないしね。それを助けるんがこのドームのモットーか。わかった。釣り行く前にドームの人と話してこ。おう。今日も仕事だ。いつもの。もう誰のものだか分かりゃしねえな。今日も一致やるか。いつもありがとうね。どっさい。スタッジャイ。朝からこの気合に挨拶で答えるか。自分すごいな。いつものクッキー&クリームもどきで一緒に。もどきってなんやねん。何で作られとんのか怖いわ。今日は夏祭りだから我慢する。これがええじゃない。かき氷出したい。ちゃんと氷食べといてたい。ぜひ寄り切りってらっしゃい。相撲の決まり手やないか。寄り切るし合わせんでええねん。行くで。行くで。繁盛しちょるの。今日のドームは平和だな。また工作中かいな。あ、その子はルミちゃんじゃないかい。よく来たね。おはよーん。やーん。言うなよ。おはよーん。乗り合わせんでええねん。今度は何作っとんねん。今度こそ新商品さ。ただの鉄の塊やないか。なんなん、こいつは知恵の輪のように外せるパズルなのさ。キャストパズルやないか。なんだいそりゃ。これはオイラのオリジナルでパズルオブキャストっていうのさ。キャストパズルやないか。元ネタ絶対知っとるやろ。難易度も6段階も用意してみたのさ。キャストパズルやないか。
最高難易度ともなると3つに分けた後、上と下の部分を入れ替えると楽印してある文字が完成してね。それはこの高難易度のパズルを解いた証となり、それを飾っておくとちょっとした優越感を味わえるんだ。まさにキャストパズルやないか。スクラップやショック。だね、ショック。言うなや。まあハンドリングスピンにしろ、パズルオブキャストにしろ、ここの住民にとっては新しいもんやからええかもな。せや、またスクラップ拾ったんや、買い取ってくれるか。おっと、こいつは五千ジャスティスになるね。おっしゃ、なかなかええ値段になった。露店出すから今日は寄って行ってね。ねえ、言うなよ。寄るよーん。よーん。言うなよ。行くで。行くぜ。ガラクタばっかりだな。そろそろ店を開けるかの。いらっしゃい。初手で笑うな。来ましたわ。どんだけノリええねん。雑貨屋は夏祭り参加せんの。なんや、仕事かいな。参加するわ。せやから女性客相手にアンニュイなため息無駄やねん。ズキューン。うせやろ、ちびっこのハートを今のため息が貫いた言うんか。珍しい飴が入ったの。ゼロジャスティスでサービスしちゃう。やった、すごい、きれい。メロメロになっとるんは雑貨屋、自分の方やないか。だってルミちゃんこんなに可愛いじゃない。どうしてうちの子じゃないのかしら。どんだけメロメロやね。食べるのもったいない、しばらく飾っとく。よかったな。行くで。行くで。呼吸すると気持ちいいわ。調子はどうだい。次は何を仕入れればいい。さすがにルミ連れてこんなとこ寄ったらあかんか。でもドーム住民は家族みたいなもんらしいから、顔出すぐらいはええか。はい、2名様入りやした。どっちも未成年やね。片方は見るからに子供やろ。相変わらずノリええな。タコワサとオレンジジュースでいい。食い合わせ最悪やろ。今日はやめとく。今日まではその食い合わせで食っとったんか。タコワサには日本酒やろ。あら、まるで飲んだことがあるみたい。イメージで言うただけや。ワインも合うのよ、ぜひ試してみて。どっちも未成年や、アイテムで商売する。カリカリ食べたい。カリカリ、なんやねんそれ。パスタを揚げたものよ、ルミちゃんの好物なの。そんなんがあるんか。でもせやったら祭りが始まるまで我慢しといた方がええんちゃう。うん、そうする。じゃあまた後でね。行くで。行くで。
仕事をお探しかいぽい。よっ、おせんや。どんだけ慌てとんねん。 いらっしゃい。どんな御用かな。キャラ変わっとるやないか。いつものキザな感じはどこ行ったんや。片襟について回ってるだけ。ということはそちらの片襟さんに御用が終わりなんですね。御用件伺います。ルミおったらこんなんなるんか。毎回追ってほしい。いい加減にしろよ、ボーイム。え、なに。もっと大きい声で言えや。何でもありません。ご用件伺います。何もあれ。仕事の邪魔すんなよ、ボーイメ。邪魔なの。ゆっくりしていってね。あ、お茶出すから。さないゆっくりできひんねん。もう行く。じゃあな、あっせんや。またね、ルミちゃん。よっしゃ、そろそろバイク置き場行くか。行くぜ。ほな、ぼちぼち埠頭行くで。後ろ乗り。運転してみたい。あかん、事故ったら大変や。うちに任しとき。ちゃんと抱きついときや。うん。出発。クロン久々なんか。うん、いつもは畑仕事ばっかだから。そない忙しいんか。でもお仕事手伝うのも楽しいよ。そうか、せやったらええんやけど。ほな、釣りも手伝ってくれるか。もちろんだぜ。何したらいい。糸が引いたら教えてくれるだけで。腹減ったし、ご飯にしようか。賛成。今日の具は何やろな。あないシスの朝食やの、入れる余裕あるんかい。おかか、大好き。確かにこれやったらいつでもありそうやな。うん、うまい。ごちそうさん。イカはこれぐらいで十分やろ。次は夕飯のおかず釣るで。釣るぜ。
大物やで。引きが強い。頑張れ、カトエリ。すごいの釣れた。ルミのおかげや。やったぜ。ルミと釣りするめっちゃ楽しいやん。もうセラフの力はあれへんけど、この子だけは何としても守りたいな。せやけど今の生活いつまで続くんやろ。今はただの居候や。そのうち村長の家出ていくことになるんやろか。そうなっても一緒にこうして過ごしたりできるんやろか。何の音や。さらに煙が上がってる。信号弾。どうなのキャンサーに襲われてる合図。なんやて。みんなどないすんねん。キャンサーの体格でできた武器で追い返すの。生身でかいな。そんなん危険やろ。もちろんだけど、そうするしかないの。ルミ、あそこにある打ち上げられたボートの中で隠れて待っててくれるか。水に囲まれとるからキャンサーも襲ってこい。絶対迎えに来るから。カトエリはどうするの。キャンサー追い返すの手伝う。危険だよ、来たばかりなのに。安心せ。ついこの間までセラフ部隊でキャンサーと戦ってったみんな。何。何でもあれへん。うちなら大丈夫。行ってくるわ。隠れとるんやで。するつもりか。そんなんじゃ返り討ちにやっちまうぞ。危険だ、よせ。せやろうな。せやからちっとだけ隠し味聞かす。最高速度のバイクをエクスプロージョン能力でさらに加速させてぶつける。行くで。擦り傷程度や。そいつは良かった。みんなお疲れさん。あんたのおかげだ。見ない顔だな。俺は天秤水平家屋だ。どないな商売やねん。音で聞いても全然頭入ってこうへん。物々交換が盛んなこのドームにおいて、天秤が正しく水平家を確かめるのは大事な仕事なのさ。調整屋とか水平家屋とか修理屋で一括りにせえよ。それでは他の人間の仕事を奪ってしまうことになる。で、あんたは。ああ、最近来た加藤エリー言うんや。よろしゅう。ってことは、秋さんとこに来たっていうあれかい。
ああ、よろしくな。よろしく。なんやその微妙な反応。相手村長さんやろ。おっと、ルミ一人きりにしてるんや。すぐ迎えに行かな。しかしよ、そのバイク動くのかい。え、壊れたか。俺たちがスクラップ屋に運んでおく。後で見てもらうという。ほなら後は任せた。うち走っていくから。ああ、頼まれたよ。遅なってもうて、バイク壊れてもうたんや。キャンさんは追い返せたの？ああ、なんとかなった。カトエリのおかげ？どんだけ力になれたかわからんけど、みんなはそう言うてくれたわ。すごい、カトエリは強いんだね。だから安心しろだなんて言えたんだね。どうやろうな、とっさに出ただけやけどな。今はそんなに強ないね。もっともっと強かって。あんなにバシバシ倒しとったのに、今はキャンサー一体追い返すだけで精一杯やね。しかも足までなくしてもうた。急がないと夏祭り間に合わないね。せやった、すまん。走ってくれるか。ルミは平気だけど、カトエリは休まないで大丈夫なの？安心せ。ついこの間までセラフ部隊で鍛えられとった女や。カトエリがそう言うなら信じられるね。ああ、体力だけは自信あるんや。行くで。こうだぜ。ドームの住民ってこんなにおったの？そうだよ、ここだと4000人ぐらいいるもの。そんな大勢が今ここに集まっとるんか。おう、ルミちゃん。おう、障子滑りよくさせよ。もっといろんなもんの滑りよくさせよ。えらく遅かったな。もう縁も竹縄だぞ。それはうちのせいなんや。今から速攻で堪能する。おう、あんたか。グミちゃんは遊び盛りだ。よろしく頼むな。ああ、任せとき。はい、2名様入りやした。入ってへん。来たんはそっちからよ。それにうちらは未成年よ。サイダーあるよ。このドームにそんなもんあったんか。これぐらい化学反応を利用してちゃちゃっと。天才か。飲みたい。せやろな、そんなん売っとるとは思わんかったもんな。いくらよ。
2500ジャスティス。結構ええ値段やないか。サイダーなんてお祭りの日ぐらいしか飲めないよ。コータル、一番テーブルさんお会計です。座ってへん、屋外や。来たもそっちから。毎度すごい、口の中がパチパチする。炭酸用はそういうもんや。よかったな。1400ジャスティス足りない。私はこのお店でさ、まだまだいいね。どれにしようか迷うな。ハンドリングスピンにパズルオブキャスト、いかがっすか。バチクソパチ文句さえ売り文句で売っとるの。なになに、なんなの。おもちゃや。指の上でくるくる回るんだ。ごつい知恵の絵。なにそれ、欲しい。こうたるけど一つにしとき。どっちがや。片入りが選んで。パズルオブキャストはルミには難しいかもしれへんから、ハンドリングスピンの方がええやろ。いくらや。1500ジャスティスだよ。またか。結構ええ値段やないか。あと4言うなよ。毎度あり。ハンドリングスピンなら回しながら歩けるやろ。回しとき。安物のハンドスピナーはそこまで回らんの。あいつなかなかの腕利きやな。お、みんなのところ戻る。かき氷泣き味にするっしゃい。まだ凍てないわ。押し売りが甚だしいやろ。いちご味がいい。結局買うんか。夏祭り相手の思うツボやな。いくらや。1500ジャスティスタイム。打ち合わせしたんか。なんでどれもこれも1500ジャスティスやねん。ジャスティスのくせに夏祭りの闇を感じるわ。しかもいちご味言うてもこんなんは色だけやろ。いちご果汁絞ってやりたい。マジか。ほな1500ジャスティスや。アイドルシャイ。サイダー持っといたるから、どけんうちにかき氷食べ。おいしい。高級いちごの味がする。そんな味の違いまでわかるいちご果汁絞ってあるんか。すごいな。それがわかるルミもすごいけど。そうだね、そろそろ戻ろうか。ポイがやばすぎるだろ。アッセンヤがスーパーボールすくいに必死になっとるやないか。よっアッセンヤ、楽しんでる。うわー、ルミちゃん、これは親に頼まれて仕方なく作ってるんだ。親がスーパーボール頼むかいな。頼むんだよ。地面に思い切りぶつけてものすごく跳ねさせて、日々のストレスを発散したいから作ってきてくれって頼まれたんだよ。親なら救わせずに買うやろ。まるで僕が進んで作ってるみたいに言うな。スーパーボールいいな。ルミさん一緒に作ろうよ。楽しいよ。楽しんどるやないか。でもルミにはこのハンドリングスピンがあるからいい。うん、その不思議なおもちゃはくるくる回して遊ぶの。回ってるだけじゃないか。それが楽しいというの。楽しい。よかったね。素直か。はい、楽しめ、アッセンヤ。うん、ルミちゃんもね。楽しんどること肯定しとるやないか。お、太鼓と笛の音が大きなってきたな。みこし見えてきた。Yeah.
らいでかさやな。頼むやで。さすがにハッピーまでは見たい。上下デニムってどんなダサさでみこし乗っとんねん。適当ややないか。言うたやろ、相当なセンスないとその組み合わせは聞こなせへんて。どうや、しびれる。一周回ってかっこええんか。音楽に合わせて踊っとるのは雑貨屋やないか。しかも完全に和の音楽やのにランバダみたいなの踊っとる。ジャンル違うやろ、情熱を履き違えとる。雑貨屋憧れる。なんでもええんか。もうなんでもええになっとるやろ。お祭りってほんと楽しい。お祭りマジックか。片入りはなんで楽しそうじゃないの。あれ、ほんまや、誰もが笑っとる。笑ってへんのうちだけや。お、今日のヒーローさんじゃないか。おお、あんただったか。見かけによらず力あんだな。どうだ、楽しんでるか。いや。ほら、焼きトウモロコシおごりだ、食べろ。ありがとうさん。今日ぐらいハメ外せ、祭りだぞ。今日を楽しまずにどうする。明日からまたドブとの戦いだ。そうかもな。片入りが笑った。でもなんやろな、この気持ちは。こんなドームの住民の笑顔を守るためにうちは戦ってたはずなんや。せやのにこんなところで何してんねん。胸が苦しゅうてたまらんか。追加のイカや。遅かったな。どないしとったんや。夏祭り堪能してきたんや。勘弁してよ。いっぱい買ってもらっちゃった。おう、ほな仕方あれへんな。売れとるか。焼いた途端なくなってくる。そら飛ぶように売れとるっちゅうことかな。なあ、わしはひたすら焼き続けとるだけやからな。盗まれていってへんか。大丈夫、料金箱にしっかりジャスティスが入ってるから。それにみんな家族のような存在だし、泥棒する人なんてないよ。せやったらええけど。おお、ルミちゃん、模様が嫌だ。一つ送れ。どうぞ。1500ジャスティス置いとくぜ。夏祭りの闇、口裏を合わせたかのようなバカ高い値段設定。あと模様替えやってないやん、ただの気分転換やねん。そんな需要あるんか。祭り囃子もやんだし、店じまいにしようか。たくさん売れてよかったね。ああ、特製ダレのおかげや。そこは釣ってきた素材を褒めろや。こういうんは照りと焼き加減と何より放つ匂いが大事なんや。ほぼわしの手柄や。素材なかったらそもそも作れへんや。それを生かすも殺すもわし次第や。なんか腹立つ。
夕飯は余ったイカ飯と自分らが釣ってきたフッコのムニエルや。豪勢すぎる。いただきます。いただきます。なんやこのイカ飯、ごっつうまいやないか。さすがばっちゃんの特製だれ。せやろ。あんな必死に釣ってたのに負けた気分や。片入りが釣ったフッコのムニエルもものすごく脂が乗ってて美味しいよ。味付け的にはあっさりしててパンチはないけど。せやな。うまい。さっきからシャーシャー何回しとんのや。ハンドスピナー。なんで本家の名前知っとんねん。そらスクラップやお手製のハンドリングスピンやねん。そう、ハンドリングスピン。昔そんなんあった気するな。村長さんの年なら知っとるかもな。せやけど行儀悪いで。食べてから回し。ごめんなさい。ごちそうさま。ごちそうさん。今日も行くんか。もちろん。行かん日は嵐の時ぐらいや。今日もテレビや。早く行かないと前の方に。うまそうなのを頼むよ。二刀流、今日も出るかな。開始までまだ時間ありそうやな。少し時間潰すか。あら、ルミちゃん。こんな夜中に、いけない遊びでもするのかしら。おちおちに火傷してくるぜ。どんだけノリええねん。そうして大人の階段を登っていくのね。テレビ見るだけやわ。子いるよ。500ジャスティスポッキリ遊んでかない。また客引き行為しとる。ルミがいい子で足りてるからまたね。あしらいなれとる。確かに英語のお手本や。化けの皮剥がれたな。テレビの興奮ができないんだ。